はい、じゃあ行きましょう。じゃあももちゃん先に行こう。距離測ってもらっていいですか。何ヤード？84です。はい、ショートホール84ヤードです。風はですか、左からのややフォローめ。はい、まあほぼ横風に近い感じです。では行きましょう。クラブは何番ですか？はい、なのでさっきも言ったようにショットにおいても打つまではベタ足で、打ってから足を上げてください。はい、で必ず素振りで一回芝を擦ってください。はい、いいですか。打つまでかかと上げちゃダメだよ。はい、打ってみましょう。どう？完璧じゃない？イエーイ！ナイス！こんなの打てなかったでしょ、昨日。だからもう当たる前に体が上がっちゃってるから、それトップして当たり前なのね。わかる？素晴らしい。だから昨日アイアンがトップばっかりって言ってたじゃない？だからトップするってことは上っ面を打ってるわけだから、自分が当たる前に体が上がっちゃってるだけなんですね。その原因が足にある。だから打つまでベタ足でしっかり下向いて打って、そこから足を上げるって癖をつけるとコースがもっと当たります。はい、さあ84ヤード。それは何してんの？はい、そのボール合わせてんのは？あ、ピンに合わせて。それやめよう。それ全く意味がないからやめよう。まっすぐ立つのがまっすぐ立つのが苦手なのは、後でまっすぐの立ち方を教えますから、はい、そういうなんかもうティーグラウンドからそうやってマーク合わせるのとかやめましょう。はい、そういうのが一個一個がもうソロプレーになっていく。うん、これはおそらく完全に飛びすぎの OB ですね。トップですね。はい、だからこれもももちゃんと全く同じなのね。うん、こうクラブが目の前を通過する前に完全にターゲットに体が上がっちゃってて起き上がってるわけです。ちょ、もう一回やってみましょう。先にじゃあ中田さん行きましょう。うん、まあ、これもちょっとトップだもんね。はい、だからまあ要するに中田さんもチョルちゃんもそうなんだけど、こうまずそのと上げて下ろすっていうもう当たり前の動作がコース行ったら全然できてないから、もうとにかく上げて下ろす、もうここに専念してください。はい、中田さんはセーフ。ちょっと構えてみて、ちょっと構えて、素振りして上げて打ったらストップ、ストップ。これもう向こう見てるじゃん。下向いたまま、下向いたまま。打ったらストップ、ストップ。もうこれも体浮いてるのね。わかる？打ったらストップ、ストップ。そう、この時にここでもやめる。ですか。手開いても伸ばして下に向かって振る。そう。ドン。そう、それだけで、それだけで球なんか僕見てるから一切見なくていいから、それだけで打ってみて。球僕見てるからね。下にポンって振って両手が伸びたときストップ。俺頭見てる見てる、見ちゃダメ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 。いい？でも結果的にナイスオンでしょ。はい、ある、はい、だからまあ一番はもうゴールの基本はもう上げて下ろせばいいのに、下ろす前に向こうに振っちゃうからもうボールにクラブが届いてないんですよ。だからもうああいうトップとかすごい左に引っ掛けたりとか、とんでもない球が出るんです。まずは練習場でも言ってるようにこうしっかりとこうここで終わる、そこを確認したら体が上がると。ここを徹底して頭残した時に手がここにある時点で全然下に振ってないんですよ。わかります？下にちゃんと振ったら手はこうやって伸びていくはずなので、だこういう素振りをももちゃんも中田さんも徹底的にやらなきゃダメです。コース来たらね。はい、行きましょう。ももちゃんナイスオンだね。分かった？嬉しいでしょ、ワイドテレビ。ねえ。さあ、状況的には、
結構な左足上がりの砲台に対してグリーンを押したら結構下りという状況ですね。そうそうそう、まっすぐにして、そうですね、はい。緊張してます？じゃあもう一回やってみましょうか、はい、ですね、やっぱりもうコースに来ると練習場以上にもう気持ちが全部ボールに行きます。でちょっと構えてもらっていいですか。まずこういう近い距離は両足閉じちゃってください。はい、閉じて構えてもらっていいですか。で、ですか、頭もこう上げて、はい、はい、でボールに構えて、はい、で、あえてざっくりとか出ちゃうときはもう頭下げすぎなんですね、はい、これものすごく遠いじゃないですか、はい、でそのまま構えて、はい、で目線が遠いままで、基本的に体が向かっていくタイプなんで、はい、ちゃんとこれも合わせて握って、はいはい、右足を半歩後ろに下げてください。もっともっと、はい、でこの状態でもうちょっとそこまでやらなくていいかな、ちょっと、そう、そのぐらい、でその状態で右足が光ってて引けれてくると、当たる時に肩がこう前に出づらいの分かりますか、はい、うん、むしろ右の肩を残したままアプローチしてください、はい、特にこう左足上がりは右肩突っ込むとざっくりしちゃうんで、はい、右の肩を止めたままクラブを下ろすつもりだけで意識して打ってください。どうぞ。右肩止めとくんですよ、はい、前、完璧、そういう感じ、はい、とふわっといくでしょ、はい、うん、で問題はまず足が広かったのと、下ろすときに、まあ、ショットもそういう傾向があるけど、ボールに先に自分が行っちゃってクラブが地面に当たっちゃうんですね。だからこれ右足を下げといて、右の肩が前に出せない状況で右の肩残したまま振ってあげると、今みたいにふわっと打てるようになるので、こっちを止めとく意識でやってみてください、はい、緊張がすごい、緊張がすごい、やっぱり全然手動かない。ももちゃん動いてるじゃないですか。緊張します。でも三橋さん教えてくれるから、なんか打てるの、一人になると打てなくなります。今の千代さんの打ち直しは良かったんじゃない。ヘッドアップを直されたの。あ、そうなんだ。あれ何番取ったんですか。60。この感じでいけるといいっすね。思った以上に転がるでしょう。はい、まあナイスですね。先によかったらどうぞ、先どうぞ、はい、ナイス。この上りの70センチぐらいはもうね、マークとかしない。いいですか。怖いですけど。ダメ、こんなのマークしてたらプレーが遅くなる。はい、どうぞ。マイ、ナイス、イエーイ、ナイス、ナイス。さあ、ももちゃん、本日のメインイベントが早速来たかもよ。ここです、カップ1、2、3個右、はい、惜しい。まあでもナイスパーですね、はい、はい、ナイスパーです。ちょっとじゃあいいですか。今僕はチロルちゃんに、まあ、上りの70センチぐらいはもう先にやってくれって言いましたよね。で、なんであれをマークしてほしくないかっていうと、もうファーストパットがあんだけ70センチいい感じでオーバーしてるから、もう残像が残ってるわけ。わかります？だから明らかにもうこうやってここに外れたんだから、もう左の内側狙えばいいなって、もうすぐわかるじゃん。そこを一回リセットしちゃうから、もうイメージ消えちゃうわけですよ。であれが1メーターあったらマークしていいけど、あの距離60センチ、70センチなんかマークしてたら、せっかくオーバーしていいストロークできたののイメージが消えちゃうでしょ。もう一回1からラインとか読み直しちゃったら、せっかくのイメージが消えちゃうじゃん。だから早くやった方がいいんですよ。プレーも早くなるし、イメージが残ったまま打てるから、ちゃんとど真ん中から入ったじゃないですか。あれマークするから外すんですよ。わかります？だからゴルフってイメージが大事だから、イメージが残ってるうちにやった方がいいんですよ。はい、じゃあ次行きましょう。でももちゃんね、パター相当問題ありだから、はい、多分視聴者さんは、はい、なんで水橋プロパター直さないんだろうって思うけど、もうちょっとで直します。はい、パター相当、昨日も問題ありでしょ。気になんないの？もう相当問題ありよ。、はい、みんなに言われるでしょ。
言われるでしょ、もうちょっとなんとかならないのって言われるでしょ。パターいっぱい入ってんの？パターもう3本。なんで？何をしていいか分かんなくて。あのね、道具の問題じゃない。はい。